洋神は、五漢前期の政治家。字は、白期。本願は、高能軍会員権。子は、洋巻、洋里、洋兵、洋譲る、洋捧ぐ。孫は、洋子、洋時期。創尊は要、洋、洋兵、洋衆。原尊は、洋領、洋衆。五漢書に、捨てがある。城塞の言う否定に至り、炭を飲んで出した。先祖は、全漢初期の赤。 泉公、陽こう、祖父は、あびらこ陽明。ら。父は、くくみかのこ事で有名な陽だからである。陽うは、四世大尉、特業相次ぎの第一代にあたる人物。父の陽だからは、戦乱を避けて、学問に勤しみ、三竹帝から士官を勧められたが断り、陰性したまま亡くなった。陽うは、幼くして、大将の艦薫から、応用少々学び、 京に明るかったことから、関西の孔子と称賛された。衆軍からの誘いを断り続け、士官せずに農耕をして暮らし、母に紅葉を尽くし、弟子からの手伝いも拒絶した。後に五十歳になって、初めて衆軍に仕えた。大将軍の党は、養親の評判を聞き、茂る際に推挙した。養親は四度官職を移り、慶州市し,し、到来大衆までになった。 到来の認知に赴むくとき、慶州志士時代に、茂る際に挙げた人物から金品を密かに送られたが、拒絶した。また、到来大使から軍大使に転職となったときも精錬な姿勢を貫いた。元初予言に中央に召喚されてふとしぼくとなり、後に退場になった。儒者の人材が不足しがちであったが、陳流の名士のようお侍を推挙し、博士の質を一新させた。 永康氏元年には、死徒となった。永康氏年、長栗が刺してきた大王の東康氏が死去し、東氏一族が粛清され、安定の申請が開始されるようになると、安定の側近たちが勝手に振る舞うようになった。ある時、安定の乳母の王政の娘の白坂へが宮中で、不正を働いていたため、養親は安定に、君足の間を除くよう進めた。安定は、 呂親の上層を側近たちに見せたため、呂親は恐れ恨まれるようになった。白坂江が竜氏の皇族と結婚しますます増長するようになると、呂親は再び上層しこれを牽制した。安定はこれを目殺した。信光二年、呂親は大尉となった。大航路の甲だからは呂親に対し、中条寺の竜竜の兄を任用するよう呂親に進めたが、 両親は拒絶した。孔だからは両親を説得しようとしたが、両親は正論を吐いて堂々と拒絶したため、孔だからの恨みを買うこととなった。また、縁皇后の兄である、周金吾の縁剣も、縁者の抜擢を両親に申し入れたが、同様に両親に拒絶された。四空の龍樹がこの話を聞き、すぐさま、リウルーの兄と縁剣の縁者を任用したため、 ますます養親は恨まれることとなった。安定は、王政母のために屋敷を造営し、また、取り巻きの宦官である、中条寺の藩豊後か、光景、龍竜、龍安、仁達と時中の周広し社根が、朝廷、宮中を暗躍するなど、安定の側近たちの勢いは、ますます盛んであった。養親はたびたび強い調子で、安定をいめたため、 安定も養親に不況を禁じ得ない心境となった。反豊からも、養親を危険視したが、明寿であったため手を下せずにいた。ちょうど、下官の長党という人物が、世上の乱れを憂いて、安定に還元し、極に下されるという事件が起きた。養親はこれを救うため上訴したが、安定には、聞き入れられず、長党は処刑された。信光三年、安定が東に遵守に出た。 留守中に、ハン・ユタからは装着を偽造して、屋敷を大増築した。これを、養親の女王の子を登るが見とがめて、安定の帰還を待って、ハン・ユタからを弾劾しようとした。ハン・ユタからは恐れをののき、当時に取り立てられた過去まで持ち出して、養親を残言し、安定は養親を大尉から免職とした。 陽親は平門沉居していたが、繁愚宝は大将軍の高宝に働きかけ、陽親をさらに残限させた。安定は陽親に本籍の軍に戻るよう賞を出した。陽親は落葉城内の西面にある夕日帝で毒を仰いで、我がことは尽きた。と叫んで無念の自決を遂げた。去年71、高能大衆の移り量は繁愚宝の意を受けて、 養親の葬儀を停止させ、棺を放置させた。さらに、養親の息子たちを庶民に落とした。後に、淳帝が即位すると、半豊か、後継、リュウルー、リュウアン、陳達と、周広氏、シャコンらは中殺されて、養親の弟子の恐れっぱなし、陳翼の働きで、養親の名誉は回復され、回想を許され、息子たちも、官職を与えられた。改装の直前、 墓に、大鳥が現れたという。名門の政治家に生まれた妖心は、五官書では、自身に至る表四世退位の一文で紹介されている。これは、妖心、妖兵、隣信公の妖子、妖表と子孫四代にわたって最小に認じられた、ことを示し、一般には、四世三公とも称された。妖牧合を捧ぐの子孫も五官帳に使い書になお、残している。 子孫は義では礼遇されたが、精神以降、北朝の昭和さで、隋、唐に至るまで高官を排出した。なお、隋書によると、隋を創立した要件は要心を祖と称している。ただし、谷川道夫は、隋の提出用紙は、漢代以来の名族として名高い河野軍の用紙の出身と称するが、真偽のほどは定かでない。確実な記録では、祖先は、 北魏時代、頂上北辺の向川鎮で、国境防衛に当たっていた軍人の家柄で、その通婚関係から見て、悲観民族の血を多く交えているらしいと述べている。以前、養親によって昇進した、大そかという者が養親にお礼をしようと、夜中に黄金を持ってきたが、養親は、天知る、地知る、我知る、汝知知る、の四字を述べて、それを断った。二人だけの秘密と言っても、 すでに天が知り、地が知り、自分が知り、相手が知っているのい。小学特本、小学館長相談、現婚児童長報器、開花実益、普通小学修身団、修身説は、小学修身要所、修身用話、幼稚園、小学校、修身規範など、明治期の日本では道徳の一つとして、子供によく教えられた。天知る、地知る、何時知る、 我知るの、四地の孤児が生まれた。論説随大功能用紙の研究、随悼政権形成期の、門伐、東洋文化研究19号。論説随大功能用紙の研究、随悼政権形成期の、門伐、堀井広之日本大百科全書、随から言葉んく近代日本の、小学校教科書における、中国人造国際シンポジウム単、立川、政策研究大学院。 大学2012ありがとうございます。